イニシャル D ファーストステージ第7話、走り屋のプライド、見ていきたいと思います。前回が、がっつり中里が出てきたっつー、3人ね、3人。で、なんていうかな、なんかすげえ、中里のモチベーションは上がってる。戦いてえ、つって。86がドリフトで行くんだったら、俺はドリフトなしで、こう走って、で、86に勝つぜみたいなことは言ってんだけれども、その実際にどうやったら戦えるんだろうか。匠からしたら戦うあれがないしね。っていう感じのところなんだけれども、サブ隊が走り屋のプライドだから、まあ、前回のね、ケツの方の感想のところでいろいろ言ってるから、ちょっと楽しみなんでね、早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。よろしくお願いします。ごめん、昼に出す予定だったんだけど、起きたのが昼過ぎてだから、夜です。ごめんなさい。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。ここら辺か?もうちょっとか。ここら辺だな。大丈夫だ。インフォメーションだが覚えた。あと池谷がね、隣に乗って失神した。めっちゃ良かったよな、匠の走りのあれ、本編開始。どうした?え、だってデート行ったくない?すげえ!まあ、動体視力はええやろうな。夢!夢だって全くわかんねえんだもん。藤原拓海があんな風になるとは思えんしな。第7話、走り屋のプライド。でもそういう気持ちが出てきたっていうことなのかな。やばいじゃん。夏希のこと好きじゃん。好きじゃん。くじ。
店長の車。樹は下手くそなんだ。中里じゃない？中里じゃん。三人。ほら中里。妙義ナイトキッズ。朝方っすね。おい、やめとけ。土曜夜10時。もう帰ってきた。なあ。やばいぞ、どうする？まだ。まだ。藤原拓海って感じ。やばい。流れたよ。中里のテーマが流れた。中里のテーマソングが。どうしよっか、でも。ケンジ。
まあちゃんと言って偉い。なんか上りも下りもいいんだな。なんでみんな知ってんだ。すげえな。店内 BGM が知ってるぞこの曲。NCRD。NCRD B パート、さあ今日の水の量は、ブンタやっぱ元走り屋説ないか。でもブンタの戦績というか、そういうのが分かんないんだよ。絶対走り屋やってるよな。設定いじるとか言ってるしな。あれ？ケースケ？ケースケじゃない？ケースケだ。合ってるよね。ケースケだよ。
そうなんだよな。すげえな。これを高橋圭介が言うからすげえ説得力あるよ。だって86に負けた圭介が言うんだよ。そりゃ響くよな。で、やっぱ前回でちょっと意識も変わっとるしね。そうよ。ダメか。あれマジなんだ。あれマジじゃん。あれ夢じゃなかったんだ。思い出してたんだ。マジだ、あれ。文太。煽ってんの？煽ってんだ。煽ってんだ。急に変わったぞ。FR。FR。
逃げたって思われるんだ。おい、やるやん。もう完全にやる流れじゃん。やる気になってんだわ。やべえ、あと1時間。めっちゃ走りたいんじゃん。86って言ったな。トレノって言ってないな。86って言ったね。おめっちゃやる気出してんじゃん。店長のナイスアシスト。ナイス煽り。あーやっべー、俺これから仕事なんだけどさ。悔しい。やばいな。どうなるんだろうか。え、どうしよう。次回予告見よっかな。いやーでも次回予告、あーいや、まあいいか。走り始めだろ。また3話ぐらいかかるんじゃなかったっけ？違ったっけ？3話ぐらいだろ。まあ頭なら大丈夫だろう。でもどうするよ。86がないやん。おい、せっかくやる気になったのに。ブンタ、お前どこに行った？やば。あ、違ったかな。単発じゃねえか。うん、やっぱ違うな。これファミレスで流れよったよな。あ、なんか最後のやつめっちゃかっこよかったんだけど、最後に流れたあのユーロビートっぽいやつは。めちゃくちゃかっこよかった。あれバトル中じゃねえんだって思って。今回バトルしてないのにユーロビート流れたの。もうやばいよ、2024年。ユーロビートの年ですよ。困っちゃったな。次回よ。バロー GTR は国産なんだ。またケンジかよ。ダンメセ来そうじゃない。なんか最後イツキの顔なんかライトが当たってたから来そうな気はするけど、走り屋のプライドが
すげえな。いや、あれ、マジか。ケイスケが、やっぱね、こう、ねえ、だって86に負けたんだもん。86に負けたケイスケが、なんだっつって。お前は、本当は心の中では、走ることが好きなんだっつって。じゃないと、あんなに走りを追求するわけがねえっつって。まあでも、匠は匠でっていうのがあるし、でも実際にあれマジでボコボコにしたんだ。なんか珍しすぎると思って。違うやろうと思って。最初、ああ、夢かと思ったけど。いつきが言うんだったら、あれ事実だったんだな。で、それを聞いた店長が、やめておけ。3人なんかにお前は勝てねえ。つって。86で勝てるわけはねえ。つって。いや、おもろすぎるって。楽しみだな。次回やばいぜー、多分。まあ、次回からだよね。3話かけてやっていくっていう、あれになるんだったらやばいよ。でも、なんつったっけ、FR と四駆のいいとこ取りの3に、まず FR というものが急に出てきた。FR? ん?りょうすけが FC で、けいすけが FD なら、その系統なんかな ?FR は。FR ってなんだ?知らない。あ、でも GTR の R と一緒なんかな?わからんけど。でもなんか3人の方が強そう。すごそう。まあ、実際にその第6話でも中澤とかなんかパワーがどうのこうのって言いよったしな。どうなるんだろうな。めちゃくちゃ楽しみだぜ。それじゃあまた明日お会いしましょう。あの、本当は昼に出す予定だったんだけど夜になっちゃった。ごめんね。明日もう夜だ。夜20時に投稿しますんでね。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしておりますから、概要欄の方にリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、イニシャル D ファーストステージ第7話、走り屋のプライドでした。ありがとうございました。ならない。